12月30日2016年大納会の前場の取引が終了しました。今日の日経平均株価、昨日に比べまして77円40銭安19,067円という水準で前場の取引を終えております。日経平均株価朝方から下げて始まりました。昨日の海外特にアメリカのマーケットが下げて戻ってきたということという状況でしたし、さらに為替相場も1ドル116円台ということでやや高止まりしているということなども全体的に買い手控えムードを誘いました。さらに今日は大納会今年の締めくくりの商いということで、ありまして、積極的な売り買いがなかなか手がけにくいという日にも当たります。もっとも来年への期待感で、買い注文入りやすいという側面もあるのかもしれませんが、今日の約定をした分につきましては受け渡しが来週の金曜日ちょうど1週間後ということでお休みが入りますので、この間ちょっと長い期間のお休みを挟むということなども積極的な買いを手控えさせたという要因になった面があると思われます。この結果商いは引き続き低調でした。最近の傾向として少ない商いでして、売買代金全引け段階で7361億円ということでした。売買高は8億株をやっと超えた水準と8億600万株余りという水準にとどまりました。低水準でした。値上がり銘柄数全体の約 35% を占めます700銘柄、これに対して値下がりが約 58%、 6割近くを占めまして1167ということで、値下がり銘柄の方がだいぶ多かったという状況です。もっとも日経平均株価朝方売り先行で1万9000円節目を割り込んで推移する場面もありました。その後ただ寝頃間からの押し目買い買い戻しなども入りまして、じわじわ下げ幅縮める展開ともなりまして、日経平均77円安マイナスではありますけれども、今日の一番高いところ、今日の前場段階としては一番高いところで取引を終えたということでありまして、5場大納会の5場どうなりますかということであります。この中で今日も個別銘柄動き目だったのはやはり引き続き東芝、ここのところ大活況を大商い続いておりますが、6502東芝が今日も商い大きく膨らんでおりました。もっとも値動きに関しましては最近ずっと下げてきていったということもありまして、今日のところは上昇して引けております。一時値上がり率が 10% を超える場面もありました。最近の大幅安、アメリカの原発事業の巨額損失計上受けて売り込まれてきたということでありまして、このところずっと下げ続けていて大きく下げました。直近昨日までの下げ続けて下落率約5割、昨日までの一番安いところで直近で5割か下げたということもありまして、値頃感からの買い戻し押し目買いなどで値を上げたという状況です。一方安いところ今日も全体的に金融株引き続き軟調でした。昨日の海外特にアメリカのマーケットでも金融株などが下げたという流れが波及したという側面があって売り先行で始まりました。もっとも日経平均の動きもそうだったのですが、前引けにかけては下げ幅縮める展開にもなりまして、押し目買いあるいは買い戻しの動きなども散見されたという状況にあります。中小型株昨日まで軟調、このところ、下げておりましたが、二部指数マザーズ指数ジャスダック平均なども今日は反発ということで、このあたりにもやや買いが入ってきているというのが今日の前場の動きとして挙げられます。以上30日前場の模様を東証アローズからお伝えしました。